モル君です。2022年9月25日小国寺やってきました。これ多分東門、小国寺の東門ですね。こちら行きますとも多分もうちょっと行くと寺町通りになってます。まあ門というよりも石柱が立ってるだけですが、小国寺の東側になってます。非常にあたり静かな住宅街になってます。ずっと向こうまで、400メートルぐらい先ですかねまで、小国寺の寺続いてます。南阿古から多分200メートルぐらいですかね、ちょっとこちらの門から東門から入ってみます。この道だけ唯一通り抜けができるようなそんな感じですね。こちらにお堂の門があります。塔頭になるんですかね。あ、塔頭ですね。林光院、林光院という塔頭の寺院です。あまり整備はされてませんが、それでもこうしっかりと枯山水のお庭のような感じでエントランスされてます。非常に静かです。もうイメージ的にはですね、明神寺と同じぐらいの規模のようなそんなイメージですね。こちらが先ほどずっと西端を歩いてきたんですが、こちら東端をちょっと歩きたいと思います。もうそちらで通行止めになってますが、小国寺派本派専門道場になってますね。立ち入らないでくださいということです。ちょっと行けるところまで行ってみたいと思います。左手に大きな鐘楼があります。なかなか立派な鐘楼ですね。もうこちらでこれ以上入らないでくださいという ゲートがあります。通用門になってますね。これ以上入らないでくださいということですね。ちょっと鐘楼を見てみたいと思います。鐘楼です。ちょっと駒札が小国寺の上はほぼほぼないので、いろいろインターネットで調べるしか手はないんですが、インターネットで調べるとあまりこう観光には力を入れていないという、そういうイメージですね。あ、これですね。
温炉、高温炉ですね、洪水の洪に、音で楼閣の炉、高温炉、鐘楼は一名高温炉といいます。天明の大火で焼けてしまって、現在は1843年ですね、約180年前に建てられた鐘楼です。まあ、結構諸国寺の場合はことごとく焼けてしまってる、そういう感じですね。こちらが宗旦稲荷ですね、宗旦稲荷、鐘楼の北に祀られている宗旦稲荷、ここは、宗旦月年の故事が伝わっていますということで、ちょっと入ってみたいと思います。こちら鐘楼の入り口になってますね。素晴らしいですね、建物自体は素晴らしいです。カエルまたがすごいですね、二重になってます。宗旦稲荷、ちょっと駒札がありますので、ちょっと駒札のところまで行ってみたいと思います。宗旦稲荷の由来と、江戸時代の初め頃に諸国寺の境内に一匹の白狐が住んでいました。その狐はしばしば茶林千の宗旦、に姿を変えて、時には雲水に混じり、座禅を組み、また時には寺の和尚と碁を打つなどして人々の前に姿をちょっちょ表してました。宗旦になりすましたその狐は近所の茶人の宅へ赴いては茶を飲み、菓子を食い荒らすことがたびたびであったが、ある時宗旦狐は相国寺達中慈照院の茶室開きでお手前を披露していたと。驚いたことにそのお手前は実に見事なもので、遅れてきた宗旦はそのことに感じ入ったという。これも宗旦の人となりを伝えた逸話であると。その伝承のある茶室を維新室といい、現在でも慈照院に伝えられていると。茶室の窓は宗旦月天が慌てて突き破って逃げた後を修理したので、普通の茶室の窓より大きくなってしまった。なんと大きくなってしまったんですね。宗旦月天は店先から揚げを盗み追いかけられ、井戸に落ちて死んだとも、漁師に撃たれて命を落としたとも伝えられている。化けていたずらをするだけでなく、人々に善を施し喜ばせていたという宗旦月の死を惜しみ、雲水たちは祠を作り供養した。それは今でもこの宗旦稲荷として残っていると。こちら宗旦稲荷ですね。鐘楼です。鐘楼の真北にあります宗旦稲荷。非常に静かな趣ある鐘楼ですね。元北参道に戻ってきました。こちらはちゃんと手水鉢水が蓄えられてますね。このコロナ禍によって珍しく水がちゃんと蓄えられてます。こちらですね、弁天社、
開山堂の南西にあり、南面して立つ春日造りの、瓦葺きの商社で、弁財天を祀ってますと。この弁財天は古来から、御苑内の国の宮邸にその守護神として、祀られていたと。明治時代になってから、宮家が東京に移転された時にこちらに今移されたというふうになってます。東京には持ってかれなかったんですね。弁天社です。正面道場です。元来た道に戻ってきました。鐘楼です。なかなか立派な弁天社ですね。なかなか裏から弁天様が拝めるというのはなかなか珍しい。